皆様こんばんは。この度は熟年生活講座がんとゲノムにご参加いただきまして誠にありがとうございます。お時間となりましたので、ただいまより熟年生活講座を開催いたします。本日は前回に引き続き西川真一先生にご講演いただきます。最後までどうぞお楽しみください。またご講演いただきました後、質疑応答の時間を設けますので、ぜひこの機会に聞いてみたいことがある方はご質問してください。それでは早速西川先生にご講演いただきましょう。先生よろしくお願いいたします。じゃあ皆さんこんばんは。入ってます？じゃあ今日は最後なんで、免疫の話をしたいと。で今までお話ししてきたように、ゲノムを読むといろんなお薬が見つかったりとかいうことはあるんですが、残念ながらですね、今あるお薬で完全に治すということはなかなか難しいんですね。特に大人のがんの場合で、これからそれを完全に治すためのお薬の開発やらが進むとは思いますけれども、じゃあ今もうがんがどっか消えてしまうという可能性があるのはどこにあるかっていうとですね、免疫、がんの免疫と言われているものにある可能性が高いんですね。で、それを一番僕がそれを感じたのはですね、これ私のホームページから取ってきてるんですが、2014年の10月にですね、ニューイングランドジャーナルオブメディシンという、臨床の雑誌にですね、この遺伝子改変リンパ球におけるがんの治療という、ちょっとややこしいですが、これは後で全部説明しますんで、このなんでここだが、要するに免疫がすごいでっていうことを感じてもらえればいいんですが、実際にですね、もうほとんど手の施しようがなかった、もう薬もいっぱい使ったけれども、全く反応しなくなってしまった、年齢のいった白血病なんですが、年寄りの白血病の5割の方がですね、完全に寛解した、治っちゃった。で、この方法で完全に治った。で、これだけだったらね、僕もあんまりそういう方法いっぱいありますから、免疫の力でそんなもんかなっていう話だったんですが、これ副作用がすごかったんですね。で、どういうことかっていうと、これ実際には CD19 という白血病にも発現して、白血病にも出てるけども、皆さんの正常のリンパ球にも出てるっていうものをもうあえて使ったんですね。すなわち、正常のリンパ球がなくなっても、抗体を輸血すれば、なんとか抵抗力はつくと。しかし白血病がある限りは、全くそれに、対応することはできないですから、もう自分の B 細胞ともどもですね、白血病 もう殺してしまおうという、決意したわけですね。で、それをやるとなんとほとんどの人からリンパ球がなくなっちゃった。で、がんがなくなるだけなら、僕自身もそんなもんかなと思ったんですが、この場合正常の細胞も全部なくなる。で、皆さんから治療を受けられる方から考えるとこれは大変なことなんですが、しかし免疫の力っていうのがこれだけあるぞっていう意味で言うとですね、自分の全てのリンパ球を殺すだけの力が免疫にはあって、当然がんだったらですね、完全に殺してくれるチャンスがあると。で、これは僕がこの論文を読んだ時ですね、ものすごく進んできてるんやという自分自身で実感をしたんですね。ですから今日はこの実感をしたところからちょっとお話をしてるわけですが、しかしこれだけ話をすると、いっぱい難しいことがいっぱい書いてあるんで、じゃあ順番にしていきます。で、がんの免疫療法というのはですね、実際に昔からやられてるんですね。
で例えばホームページ行かれると、これ神戸でですね、これ別にこれどこかな、神戸のセレンクリニックグループっていうのがあって、がんの免疫療法を皆さんに提供してますよっていう話がありますし、でこれはこの樹状細胞療法というやつです、デンドリティックセル療法という、これはがんを直接免疫してくれるっていうのが大阪にありますし、それからワクチンというのを調達してくれるというのが、これはどこですかね、どっかにありますよね。だからホームページ見たらですね、がんの免疫療法を皆さんにその提供しますよっていうのはもう5万とあります。でじゃあこれみんなガセネタかっていうと、これはそういうこと僕はないと思うんですね。でただですね、今までの免疫療法がじゃあこれからの免疫療法とどこが違うかいう話をすると、これまでのがんの免疫療法に対する期待はあったんですが、これやってみんとわからんというこういう治療やったんですね。ですから、確かに治ったという人の話を聞くとものすごく期待持てるんやけども、まあ自分がやってみたら全然こう期待外れだったということが結構ある。でもちろんああいう手記とかはですね、うまいこと言った方が書きますから、まあだんだんとそのどうですかね、そちらがよく見えてしまうっていうのがあるんですね。ですから、でしかもですね、まあ今見せたように、例えばワクチン療法もあれば樹状細胞療法もあち、 NK 療法もあち、ラック療法も、まあ、それぞれ、まあ、こっちの水が甘いよという感じで、まあ、自由にその何が、正しい方法かって皆、まあ、患者さんから見たら分からんような感じでですね、まあ、乱立しとるわけですね。ですから、まあちょっと近くのところで済まそうという話にはもちろんなりませんし、これ全部保険適用できませんから、残念ながらですね、こういう問題をあなたならこれがいいですよっていうのをなかなかちゃんとこう論理的に話をすることはできなかったんですね。まあ、それでもやっぱり笑おうもすがるということで、その免疫療法というのはもうずっと続いていますし、僕の知り合いもやっている先生がいます。で治る場合もあるし治らない場合で、最後にですね、やっぱり一番問題は数がそんなに多くないですから、こういう治療を提供してくれる。 ですから、まあ、保険適用と違うのでいいわということで、治験研究というのはあんまりしないんですね。ですから、まあ、皆さん行ってある程度こうこうこうですよ、説明を受けてうまくいくかどうかっていうのはもう先生任すということで、一般の治療にしようという方向性っていうのはあんまりなかったんですね。ですからこの問題があって、免疫療法っていうのはずっとそうですね、もう20年近く、まあ、根強い人気を誇ってきてるんですけれども、しかしそのメジャーな治療になることはなかった。これがやっぱり最大の問題点。でところがですね、さっきお示ししましたように、その、まあ、私が感じるのも、まあ、大きな変化が起きてきた。でそれはがん免疫学というのはだいたい1980年ぐらいから始まってますから、このがん免疫学の、30年の蓄積がですね、ようやっと臨床に、まあ、戻り始めてきたかなという実感をそれぞれが得られるようになってきた。で、まあ、その辺について、まあ、今日はお話をしてみようかなと思っています。でまずその免疫っていうのもいっぱいありますから、ちょっと、まあ、いろんなところからちょっとスライドをいただいてきてですね、一般的な勉強もちょっとしてもらおうかと。で、がんに関わる免疫細胞のいろいろというところからまず始めます。で、先ほどからあなたのがんにはラック療法がいいですよ、あなたのがんにはキラー T 細胞療法がいいですよ、そうか樹状細胞がいいですよとか、もういっぱいもう
あちこちいろんな話が出てますが、実際に全ての細胞はですね、がんの免疫に関わっていることが分かってます。で、このがん学会が作ったあのスライドを借りて言いますとですね、がんを一番強く殺してくれるのは、皆さんご存知のキラー細胞、殺す細胞で、これがうまいこと動いてくれる。さっき5割の方が全部治ったっていうのはですね、このキラー細胞を使ってます。で、この直接がんを殺す細胞ですね、リンパ球の中で。それから、もう一つはこのがんある、これ抗原に反応すると言いますが、抗原に反応する T 細胞を作るためには、その刺激する細胞、いろいろ刺激する細胞が必要なんですね。で、この刺激する細胞がデンドリティックセルっていう、いわゆる樹状細胞療法というのは、この刺激する細胞の方が使います。それから抗体というのを作るのは、このリンパ球のうちで、このキラーとは違うB 細胞、抗体を作ってくれる細胞がまたリンパ球にあるんですね。で、それ以外にですね、NK 細胞療法とか、ラック療法とか言われているように、あまりがんに特異性はないけれど、周りのものを全部殺してくれるという、この、自然免疫って言われているんですけれども、ここに書いてあるマクロファージ、NK、NKT、ラックって言われているような、細胞が含まれています。ですから、こういうものを皆さんにもう一度戻しますよっていうのが今治療で行われているんですが、ここをざくっと大きく分けるとですね、自然免疫で、自然免疫というのは何かというと、あるがんだけを殺すという細胞ではないということですね。それからこの NK 細胞とか NKT 細胞というのは、がんも殺すけれども、例えば他の細胞も殺すという、特異性がないと言いますけども、そういう細胞です。一方、この獲得免疫、これは刺激された細胞だけに対して反応しますよという話ですね。ですから、ここに書いてますように、自然免疫というのは、不特定のがん細胞を標的にしている。獲得免疫というのは、特定の、もう例えば自分にできた膵臓がんに対するがん細胞を標的にしているというふうに考えてもらっているんですね。で、両方とも治療に今使っているんですが、今日はですね、分かりやすいという意味で、この下の方を中心にちょっと話をしてみようかなと思っています。どうして自然免疫がそのがんだけを殺すのかというのは、ちょっと難しい問題もいっぱいあるので、このがん特異的に殺してくれる細胞が皆さんの体の中にできるかどうかという問題として、ちょっと考えてもらえばいい。で、今ここまで話するとですね、ちょっと難しい問題がおかしいなと思われた人は、なかなか免疫学のことをよく知ってるわけですが、どうしてそのがん細胞だけにですね、キラー細胞ができてですね、自分の細胞にはキラー細胞ができへんのかという問題が起こってきますよね。で、この免疫のキラー細胞というのは、例えば一番困るのは移植の時困りますね。で、皆さんが誰かからその臓器をもらおうとすると、すぐにキラー細胞がやってきて、その臓器を拒絶します。だから同じ話で、その拒絶しないように免疫抑制剤を注射して、心臓移植や腎臓移植をやってるわけですね。で、じゃあどうして自分の細胞には拒絶反応が起こらずに、他人の細胞には拒絶反応が起こり、またがんにだけ拒絶反応が起こると期待していいのかという問題なんですね。で、これはね、話せば長いんで、もう全部すっ飛ばしますが、
幸いなことに小さい時の、まあ、教育のおかげでですね、免疫の教育のおかげで皆さんの免疫細胞は自分の体には反応しないようにできてるんですね。でこれをまあ免疫寛容で、ですから皆さんの皮膚をいくらつけても大丈夫です。で、ま、もうちょっと分かりやすく言うと、一卵性 の、 双子の方がおられる場合は、同じですから、いくら皮膚を植えても拒絶することはないんですね。ですからこういう話は、そのどうして自分に対して免疫ができないのかという話と関わってるんですが、まあ、それは今日は全部自分には、あるいは自分とほとんど一緒の人間に対しては免疫がちゃんと教育されて自分を攻撃しないようにできてますよとだけ覚えておいてください。ほんなら次の問題はですね、がん細胞は自分の細胞からできてきてるわけですね。がん細胞はまあ他人の細胞からできてくるわけなくて、がん細胞は自分の細胞からできてきてるのに、どうしてじゃあがん細胞に免疫ができていいと思うのかっていうのが次の問題になります。でこれはですね、ちょっとこの前の前回の話を思い出していただくと答えはすぐに出てきます。でそれはですね、がん細胞が正常の細胞と比べてがん細胞だけが持っている抗原があるからなんですね。でこれは何であるのかっていうのがこれでですね、皆さん覚えてはると思いますが、皆さんの体の中でできるがん細胞というのはもうたくさんたくさん突然変異があるんですね。だからがんは遺伝子の病気で、たくさんの突然変異が積み重なってできてきたっていう、覚えてはりますね。で実際ここに書いてますけれども、例えばこれ3000倍してもらわないかんのですが、白血病、子どもの白血病だと大体1個の細胞あたり3000個以下の突然変異しかないです。やっぱりもう若いからあんまり突然変異ないんですね。でところがちょっと見てもらうと、肺がんだとですね、100に3000ですからね、だから3万箇所ぐらいの突然変異があるわけです。だから多い人はですね、でもう実際にはタバコをたくさん吸えば、この突然変異数が増えます。でそういう意味でたくさん突然変異があるということは、自分とは違うタンパク質がたくさんがんにできているということなんですね。自分とは違うものががんにはできている、それは突然変異のおかげでできているということです。でね、これ面白いんですが、まあ、タバコ吸ってる人にいつも言うんですが、例えばタバコ吸って起こってきた肺がんとそうでない肺がんと比べると、タバコ吸って起こってきた肺がんの方が治りやすいんですね。でそれは何でかというと、いっぱい突然変異があるから免疫がよくできるんです。でところがこういう突然変異が少ない、卵巣がんってやっぱりなかなか治りにくいんですが、突然変異が少ないがんっていうのはなかなかこういいがんに、がんを叩ける抗原がないんですね。だから免疫が使いにくい。直腸がんでもですね、この大腸がんはこれ見ていただくとものすごく違いがありますね、突然変異の数に。これ突然変異の数、こんなにもう3万個4万個っていうオーダーになる人から、まあ、ほとんど3000個以下で終わってる。でこれは突然変異が起こりやすい、どう言いますかね、性質、まあ、自分自身の、まあ、遺伝子を持ってる人のがんがあるんですけど、やっぱりそれは治りやすいですね。ですから一般的に言えるのは、この辺は治りやすいけどこの辺は治りにくい、一旦がんになると。でまさにたくさん突然変異があると、たくさんがんだけにできてる抗原ができて、でそれに対して免疫反応が起こる、がんだけが持つ抗原がたくさんできるということが言えるわけですね。ちょっと難しいですが、これ実際にはですね、僕らの体の中で
必要なタンパク質の一部がちょっと突然変異するんですね。でその突然変異したものがそのがん特異的、すなわちこのペケは普通の細胞にはありませんから、がんになるとここだけがちょっと違うものができて、でそれ自身が免疫を誘導してくれる。でこれがあの、がんの免疫のポイントなんですね。すなわち自分の体に対しては免疫ができないのに、どうしてがんに対して免疫ができるのかっていうのはまさにこのポイントなんです。ですからがん抗原っていうのがこういうふうに存在しますよ。でたくさん突然変異があるがんに関しては必ず一つか二つ、がんだけにあるこういうリンパ球がアタックしてくれる抗原がありますよということが大体予想できるんです。だからこれがあのがん免疫と言われているものの、特にキラー T 細胞に関するがん免疫のこれがポイントですね。で、まあ、ところがですね、まあとはいえ、じゃあほながん免疫あってもうタバコバンバン吸うとる人はがんなんかできるはずがなくなってきますよね、免疫がそんだけしっかりしとったら。でまあ後でこれから話をしますが、まあとはいえですね、いくら免疫があってもその免疫が勝つかどうかはまたわからない、いろんなこれもね複雑なんですね。でまあその辺のところの複雑さをちょっとまあちょっと話をこれからしたいなと思います。ですから今までのところでどうしてがんだけに反応する免疫があり得るかというのは分かってもらいました。大体分かってもらいました。だからその突然変異があってそれががんの抗原になっていると。で、まあ、しかしもちろん抗原があるからといって簡単に免疫ができるかどうかは分かりません。それは何でかというと、あるインフルエンザでもワクチン打っても効かへん人いますよね。それと同じことです。ですからいくら抗原があっても免疫がうまく働くかどうかにはまた違う問題があるんですね。まあここまでがあの、がん特異的な抗原がありますよということさえ分かっていただければですね、じゃあ一番正しいがん免疫療法っていうのはどうしたらいいかっていうのも大体皆さんイメージ分かってきたんじゃないかなと思いますね。それはすなわちがんだけが持っている抗原を探し出せばいいんですね。それから必ず突然変異でがんだけの持っている抗原があるわけですから、それさえ見つければもう肺炎球菌ワクチンと同じでワクチン注射すればいいわけですね。だから皆さんのがんに対する免疫反応をもう一度誘導することができる。だから一番大事な戦略というのはですね、これうまくまだ完全にできているとは言いませんけれども、がんだけのがんだけが持っている抗原を探し出して免疫反応を誘導するというのが将来、まあ、みんなが目指すべき治療なんですね。でそれがまあどのぐらい可能かということなんですが、この理想形と比べるとですね、今皆さんがまあいろんなところで受けれるがんの免疫っていうのはまだまだ理想形でないから、当たるも発見、当たらぬも発見になりますよっていうのが分かります。例えばこれがんに対する免疫反応を助けるっていう方法があります。でこれどういうことをやるかというと、アジュバントサイトカイン療法というのがあるんですが、どういうことをやるかというと、これも皆さんこれ今でも受けられます。どっかの病院に行くとこれやりましょうかって言われる。でこれ例えばメラノーマというのがここにできると、ここにアジュバント、例えば結核菌の枠、結核菌 の, あの細胞壁とかですね、なんか要するに免疫を助けたり近くに持ってきたりするそのものを注射するわけですね。それ以外にも例えばサイトカインと呼ばれますが、リンパ球をそこに寄せてきて活性化するものを注射します。でそうするとここにうまく
免疫反応さえ成立してくれれば自然にがんは消滅するはずですよね。でところが残念ながらですね、本当にこれが抗原を持ってるかどうかなんかは確かめずにやっちゃうんですね。でそれはもう仕方がないですね。これ確かめるためにはもう膨大な努力が今のところいりますから、結局アジュバント療法というのは、抗原のことを全く気にしないで、まあやってみましょうかというものやというのが分かりますね。それから同じように例えばもうちょっと、進んでくるとこれも受けられます。がん細胞を皆さんから取ってきてですね、がん細胞そのまま打ったらいかんですから、ちょっと殺してホルマリンで、でこのホルマリンで殺しても抗原はありますから、で抗原をさっき言ったアジュバントとしてもう一回注射するんですね。だからさっきはここにアジュバントを注射してたんですが、今度は一回外へ出してアジュバントと混ぜて注射する。でこれも免疫ですね。すなわちもう皆さん考えていただいたりのワクチンの注射していることを考えたらいいんですね。インフルエンザの時ワクチンを打ちに変わりますわな。でそれはインフルエンザが自然に入ってきてもワクチンを注射しておけば抗体ができてるから、それでウイルスを殺すことができるのと同じことをやっとこうと。すなわちウイルスの代わりにがんを取り出してきて、でこれをホルマリン、実際にウイルスもホルマリンで、殺した後注射しますから、で実際アジュバントと一緒に注射しますから、こういう形で、同じように免疫をしたらがんがなくせるんではないか、これもやってますね。で原理的に効く可能性がありますが、これもやっぱり皆さん分かるように、じゃあこのがんに抗原性があるのかどうか、ホルマリンでいくら殺してもですね、今言ったがんだけが持つ抗原があるのかどうかは確かめてないですね。全然確かめてない。ですからやっぱりうまくいくかどうかは当たるも発揮当たらぬも発揮になっちゃうわけですね。もっと凝った療法があります。でこれも受けられます。それはですね、もうこれも大変、要するに患者さんからがんとそれからリンパ球とそれから樹状細胞というのを、で試験管の中で全部もう免疫を作らせてですね、それを注射しようと、ね、そういう治療すらあります。ただ結局原理は一緒なんですね。がんがあれば抗原があるよと期待しちゃってるんですね。だからがんの抗原が本当に免疫を誘導してくれる力があるのかどうかということを全くこれもこれをやらないかな、あこうですね、もう全くチェックしないでやらざるを得ないので、まあだんだん難しいなるほどお金もかかりますけどもどれだけやったからといって本当に効くかどうかわからない。ただ幸いなことにね、この方法だと試験管の中である程度反応を確認してからやれるっていうことがあるので、まあお金はかかってもまだ、そのがんをそのまま打つよりはちょっとはマシかなということが言えます。まあしかしどちらにせよがんが、今までの治療法というのは分かっていただいたように、がんが持っている抗原をちゃんと特定して、でそれに対して治療をするということがまだできてないですね。で一番最初に言ったように、それが将来医学が進むべき道なんですね。皆さんのがんをその特定して、それをちゃんと免疫してがんに対して、戦うということをやっぱりちゃんとやることが大事なわけです。ですから、まあ、今皆さんに示したように、どの方法もですね、残念ながら今のところはがんの抗原っていうものを見つけて、それを使うということができてないんです。
じゃあがんだけが持つ抗原っていうのはどんなもんか。でこの辺になるとかなりちょっとあの大学生っぽく難しいところがあるんですが、まあザクッと言ってしまう、さっきの絵ですね、ザクッと言ってしまいますと、これはタンパクのほんの一部なんですね。ですから皆さんの例えばアルブミンとか肝臓の、まあ、例えばいろんなタンパクがありますが、それのほんの一部、それが抗原になるということは分かっています。実際にはたったアミノ酸が10個ぐらい の、 あの一部だけですから、 このタンパク質がバラバラになったときに、その一部の、まあ、アミノ酸10個ぐらいのものが T 細胞がちゃんと認識できるような形で、まあ、リンパ球に、まあ、示されるわけですね、提示される。でここは何でやというのは大変難しい問題で、あのそうやと思ってください。だけどね、これ大事なことをね、抗原特定するのはたった10個のアミノ酸特定したらいいことなんですね。だからタンパク質全部注射しよう、あるいは細胞全部注射しようと思うと大変なんですけども、これアミノ酸10個だけ言うと、まあ合成器で簡単に作れます。ですからちゃんとこれを見つける方法さえあれば、皆さん用のワクチンを作ることは原理的に簡単なんです。原理的に今の方法だと全部できます。もちろんいくらかかるかと言われたらちょっとこれ忘れてください。でお金はかかるけれども原理的にできるんですね。で実際こういうことを、まあお金をかけてやってみたということが あります。で実際にそういうことが、なんていうかな、その話の上だけではなくて実際にできるかということを、まあ、確かめるための研究をやった人がアメリカにいるんです。ついこの前ぐらいですが、ですからがんだけが持っているペプチドをまず見つけて、でそのペプチドですね、今がん抗原は10個ぐらいのアミノ酸の並びですから、でそれを免疫したらがんは治るんちゃうかということをやった人がいるんですね。でどういうことをやるかというと、がん細胞を取ってきます。でがん細胞をの中からどんなペプチドがあるかというのをどうやって調べるかというのが次の問題になるんですね。これさえ見つかればもう一度注射できるわけですから、じゃあこのペプチドどうしたらいいのか。でこれまた思い出してほしいんですが、がん細胞特異的な抗原、すなわちペプチドというのは突然変異でできてきてるね。だから正常のペプチドはこうかもしれないけど、がんの場合はここが X になって一つ突然変異がある。ですから10個のうち9個は一緒でも1個だけ違うというようなペプチドを探してくることは実際には突然変異を調べるとできるわけですね。それ分かりますよね。分かるよね。突然変異があれば、それが、アミノ酸の並びに変わりますから、突然変異の場所はここは正常のとは違うアミノ酸になりますよね。でそうするとがん特異的な抗原ができる。で実際ですね、これ飛ばしますけれども、どういうふうにやるかっていうとですね、これも実際にやられた2年ほど前にやられてるんですけども、皆さんのがんを取ってきます。でがんを取って、前回お話したようにこのゲノムをですね、次世代シークエンサー、すなわちシークエンス、あの遺伝子の配列をわーっと調べる機械で調べます。全部調べます。実際にはそうですね、30億塩基対のうちの 5% ぐらいですから計算要請やんけど、まあ、3000万ぐらいかな、3000万か、まあ、だから実際に1億ぐらいを読めばですね、たくさん、さっき言ったように最低3000個ぐらいの突然変異はありますから、突然変異が見つかってきます。でその突然変異の中からですね、がんでちゃんと出てないとダメですね。突然変異はいくらでもあるんですが、
ちゃんとがんがそれをタンパクにしてくれてないとダメですから、それを探すとちょっと減ってきます。でその中から最終的に見つけるということをやれるかというとですね、実際やれるんですね。これがまあ実際にやられたことなんですが、例えば突然変異のを全部遺伝子を調べると、この方は2万8000個あった、でこの方は1万個しかなかったんですね。で次に要するにがんが出していて抗原に使えそうだなというものを、まあ、コンピューターで調べると、この人はまだ4000個残ってるんですよ。この人も900個に減ってた。で次にがん細胞がちゃんと出してる、出してへんとがん細胞叩けませんから、出してるでっていうことを調べると、この人は1200個まで出してて、もうこの人はまあ67個ぐらいに減っちゃってるね。でもう一つ難しいのがですね、ちょっとこれ、この栄養を見てもらうとですね、実際にこのがんのペプチドというのは、その、まあ、組織適合抗原というのとひっつかないと、そのなんていうかな、その T 細胞に提示することはできないですね。ですからそのひっつくかどうかっていうのを調べると、もうあっという間に減ってですね、これ7個でこの人はもうゼロになっちゃったんですね。残念ながらこの人はもうがん抗原はないので、ペプチドは作れないです。でところがこの人は最後まで調べると3個ペプチドが残って 3個、要するにがんの抗原として使えるものが、残ったんですね。で実際にこれを作ってですね、10個つなぐだけですか、簡単ですが作って注射すると、末期のメラノーマの増殖を完全に止めることができたということで、やっぱり免疫はすごいということと、抗原をちゃんと見つければまあ、はっきり言うと論理的に治療が可能になるということが、これで初めて分かったんですね。で実際にはですね、皆さんは例えばウェブサイトを見てもらうと、ペプチドワクチンを使いましょうという話がいっぱい出てます。でそれはどういうことかというと、自分用のペプチドワクチン、これちょっと見えへんですが、ペプチドワクチンを作るんではなくて、まあ出てそうなやつを初めから選んでおいて使うというやつですね。で一般的にがんのワクチン治療というのは、まあ使えそうなやつをあらかじめ選んどいて使うので、やっぱこれも効く人と効かない人はあるんですね、残念ながら。だからやっぱりこれは究極のオーダーメイド治療、すなわち皆さんのがんを完全に調べて治療することができるようになりつつあると。でこれはね、やっぱりじゃあ明日からやれるかというと、それはまあびっくりするぐらいお金があればできるんでしょうが、やっぱりこれはなかなか現実的ではないことも事実です。でしかし原理としてできるようになっているということが、やっぱりぜひ分かってほしいな。でこれをどうしたら安くなるかということを、まあ、考えていくということが、まあ、大事だと思うんですね。で今まで話をちょっと聞くと、それはおかしいなというふうにまた思っていただくといいんですが、がんには、まあ、もちろんうまくいかへん人もいますけども、がん特異的なペプチド抗原があって、でそれを免疫したらちゃんと治ると。しかしわざわざ調べんでもがんはそこにあるやんかと。でがんがあるんやったら当然体の中で免疫ができててもええんちゃうかという話になりますよね。わざわざペプチドワクチンやらんで、まあ逆にビールス入ってたら抗体が出てくるのと同じで、がんがあんやったらキラー T 細胞出ててええやないかと。まあ実際がんがあればですね、本当はキラー T 細胞ができるんですね。で実際がんがあると普通に免疫が成立することが多いですから、もうほとんど諦めかけていたのに急に治ったとかですね、そういう話いっぱいありますね。
で、これは僕は免疫がやっぱりメインやないかなと思います。で、それは今さっき見せたように免疫の力さえ復活すればあっという間にがんが消えるということは分かってますから、そうすると何かの拍子に免疫がもう一度復活する。で、復活するというからには逆に言うと免疫が抑えられているということがあるということなんですね。ですから皆さん、せっかくがんがあるのにとは怒られますけども、せっかくがんがあるのに免疫ができへんっていうのは、それは免疫が抑えられてるからそうではないかということで、まあ今流行りのですね、まあいろんな治療が開発されてきてるわけですが、患者さんのがんに対する免疫力を低下させるような原因がありそうやなと。だから抗原の話を今までしましたけども、抗原とはまた別に、いくら抗原があってもさっき言ったら必ず免疫が勝つとは限らない。で、どうして免疫が勝てないかっていうと、これはがんに対して免疫細胞が頑張るのを抑える仕組みがある、まあ、そう考える方がいいですよね。で、これが今流行りのいろんな治療につながってるんですね。すなわち、まあ、一番最初にこういうことを見つけたのはこの阪大におる坂口君で、この免疫反応、キラー T 細胞がいろんな組織に対して反応するのを抑制してくれる細胞がある。で、実際これはね、大事なんですね。もしこれがないと皆さん自己免疫になります。だからもう腎臓もアレルギーもみんな免疫が自分の体に対してどんどんできちゃうと、これ大変なことになりますね。ですからそれを抑える細胞があるよっていうのが坂口君がまあ見つけたことなんですね。で、これはまあ世界的な仕事で彼はガードナー賞をもらってますけれども、まあもう一つこれだけではないっていうのが最近流行っているそのチェックポイント治療というやつなんです。で、これだけではない。ですから抑制が効かないと自己免疫になるので、免疫っていうのは何でもかんでも強ければいいっていうものではなくて、ある程度でちゃんと抑える仕組みを僕らもたまたま持ってるわけですね。ところが癌になるとその抑える仕組みがやっぱりその癌に対する抵抗力を弱めてしまう。まあ、それだけではなくて、がん自体もですね、まあ、なかなか賢いですね、リンパ球を弱める力があるでということが研究で分かってきた。で、それがですね、この免疫チェックポイントの発見で、今皆さんまあ、いろんな新聞出てますよね。小野薬品のオプチーボ、それから、まあ、あと CTLA4 に対する抗体、すなわちこのチェックポイントを外してやる治療をやるとがんの免疫が高まると。で、1本70万円のお薬が、まあ、今肺がんとそれから、悪性黒色メラノーマに使われているわけですね。で、どういうことかというと、もう一度言いますと、普通キラー細胞はがん抗原があると刺激されるわけですね。で、その時にその樹状細胞というのは大事です。で、ところがこれが刺激されてくるとですね、次にこの樹状細胞があまりこう活性化されたままにしないで抑えていこう。それは僕らの体にとって大事ですね。抗体がわーっと上がって下がるということは大事で、ずっと上がりっぱなしになるのを下げるということをやるんですね。で、がんに対してもそれをしちゃうんで、せっかく活性化されたものが力が落ちるわけですね。で、それだけではなくて、この、まあ、本庄先生が見つけた PD-1 っていうのはですね、なんとがん細胞が直接この活性化されたリンパ球の力を落としよるんですね。わかりますか？これは免疫がバーッと上がった時に、当然
落とさないと自己免疫病になるの で落とすメカニズムとしてここにある CTLA4 というのがあります。それからもう一つはがん細胞がもう自分叩くやつをちょっと落としたろうというのでこの PD-1 に対する PDL-1 というのを出してですね免疫反応を落とすんですね。だからせっかくがんに対して免疫ができているのにもかかわらず残念ながらうまく働かないで結局がんは大きくなってしまうということで、それならばということでこの抑制しているものこの分子とこの分子がリンパ球の力を落としているわけですから、ここを抗体で要するにブロックしちゃおう、ここがないようにしてしまうというのが今のお薬なんですね。で、CTLA4 とか、それから PD-1 に対する抗体というのはそういうふうにしてできている。でもうちょっと分かりやすくいきますと、がん細胞はここにあるね、 PD-1 と見てください。でこれが小野薬品で、これマイナスって書いたのは要するに T 細胞の力を弱めるということですね。でもともとは樹状細胞はちゃんと強める方に刺激してくれるのに、この PD-1 とか CTLA4 でマイナスのやつであんまり暴走するのを抑えてるんですが、がんは暴走してほしいわけですね。ですからこれを抑えにかかるという治療をやるとうまく治る。で実際これは小野薬品のところから取ってきてますが、このこれはこっち側がメラノーマですね、こっち側が肺がんですが、このお薬を、14日間に1回、注射します。実際抗体はだいたい体の中で1週間以上ずっとおりますから、1回でいいんですね。で、2週間に1回ずつこうずっと繰り返していくと、今言ったここがブロックされます、ここがもう完全に抑制されますから T 細胞の力は抑制されることないんですね。ですから免疫が続くと。で同じようなことを肺がんにもやってるね。で肺がん皆さん思い出してほしいのは結構突然変異が多いですから免疫反応が起こりやすい。これメラノーマもそうですね、光にしょっちゅう当たってますから突然変異が起こりやすいですね。それからメラノーマというのもいっぱい突然変異持ってます。だから肺がんも結構突然変異が持ってるので、もともと免疫が成立しやすいんですね。そのおかげでこのオプチーボであるとかこういうチェックポイント治療が効きやすいわけです。で実際に今はもうどんどん使われてるんですが、今まで習ってきていただいたところをちょっと考えていただくとですね、このオプチーボ、チェックポイント治療というのもはっきり言うと一般の免疫療法と同じで抗原のこと気にしてへんというのを分かりますね。確かに肺がんは抗原あるだろうな、メラノーマは抗原あるだろうなということは言えるんですが、しかしこの人の抗原はちゃんとここにあるでっていうことを確認してはやってないですね。だから半分はやっぱり当たるも発見、当たらぬも発見の治療であるけれども、しかし論理的な話がちゃんとありますから、ここを抑えることによってがんを徹底的に叩けるという、今までの方法よりは論理がプラスアルファされているというふうに考えたりですね。ですからどちらの治療もがん抗原に対する反応が本当にあるのかどうかということを確認せずにやってる。でそのおかげでですね、はっきり言うと全員には効きませんね。でこれが一番最初にアメリカでやられた時の実験研究、治験ですが、これがんが減るとここまで、もう一人はもう完璧になってますね。これは、メラノーマで、これは肺がんです。
で、まあ、何人かやってるんですが、これこういうふうに完全に治る人が、まあ、いるんですが、これ11週間ぐらいですね。でしかし、まあ、全く効かない人もたくさんいるわけですね。である程度抑えるんだけども、まあ、あのがんはそんなに縮小せへんというのもいます。で同じようなことが肺がんになって、肺がんやともっと効きがちょっと悪いですね。だからそういう意味でやはり抗原が分かってるわけないので、あなたには絶対効きますということは言えないんですね、残念ながら。ですから今あの、まあ、びっくりするぐらい高いお薬なので、もうちょっと予測性を高めてほしいというのが、まあ、国の、まあ、厚生労働省やらが今一生懸命しゃかり気になって、まあ、小野薬品なんかに行ってるわけですね。でそれがうまくいくと、まあ、実際どういうことが起こってくるかなというと、もし強い免疫反応があるということ、すなわち抗原がしっかりありそうな人っていうのがここで見つかると、これはもうチェックポイント治療をやりましょうと。そうすると高い効果がありますよっていうことが予想できるわけです。でところがこれあんまり免疫反応がない人は、まあ、ちょっと今のままやったって反応ないですよ、お金使うだけだと。ですからまずここでどうしたらこの強い免疫反応を持ってる人か弱い免疫反応を持ってる人かを見分けようということを今一生懸命調べようとしてますね。でところがですね、じゃあほんな弱い免疫、はい残念でしたで終わるんかというのはやっぱりあの問題で、できればさっきあのお話したような抗原が分かれば、ここで弱い免疫反応の人にもワクチンを注射して、で強い免疫反応に変えた後この治療をやるとですね、まあほとんどの人をこの治療にあの恩恵を預かることができるんではないかと期待されているわけですね。で一方ですね、このあの原理から考えていただくと、副作用の出方もよくわかりますね。すなわちこの仕組みというのは免疫反応が強くなるのを抑えるためにあるんですね。別に反応が出っ放しの方が本当は体には危険です。特に自分の細胞に対しては危険ですから、この治療方法のやっぱり最大の難点は、確かにこの前言ったような細胞が減ったり毛が抜けたりいうことは全然ないです。でしかし自分の体に対する免疫反応が起こっちゃう。だから例えば、筋肉の、まあ、力が全然なくなってしまって亡くなってしまったり、まあ、多くは例えば腸の炎症が起こったりとかですね、まあ、全身の倦怠感が出て、これ全部ほとんど免疫反応が起こる。それはなぜかというと免疫反応を抑えるものをストップしてますから、免疫反応はどん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 上がっていってしまうので、これをずっと打ち続けるとやはりその自己免疫反応が起こっていく危険性があるので、これはあの誰かちょっとこうどっかであのネットかなんかで抗体抗滴で注射するということはもう絶対やめてくださいね。であのやっぱりそういうことをモニターされるお医者さんのところで、なぜかというとですね、これ効くとものすごく効くというのが分かってますから、ところが高いので保険適用というのは、まあ、一部の病気にしかされないですね。で例えば卵巣がんなんかで論文では効くというのが書いてあると、やっぱり自分で買ってやろうかなという人が出てきてですね、まあ、いろんな事故が起こったり今してます。ですからやはりあのきちっと副作用がモニターできるっていうところでやることが、まあ、大事になりますね。ですから今言いましたように、まあ、将来はこのような免疫と組み合わせてきちっと、まあ、免疫反応をやるとですね、ずっと打ち続けるということをせんでもええかもしれませんね。ここで強い免疫をやっておけば、いっぺんにバーンと叩くことができますから、まあ、そういう方法でなんとか免疫が効くようにしたい
いうのがこれからの、まあ、研究が進んでいるところでですね、今この PD-1 と何とを組み合わせたらずっと打たなくても感知できるかというのは研究が進んでますから、まあ、これからいろんな形で、このもっと使いやすい形ですね出てくるんじゃないかなと僕も期待してます。でただですね、今まで言いましたけど、がん抗原は大事なんですが、これ見つけるの大変ですね。さっき言った全部シークエンスして、2万個ぐらいの中から、まあ、3つ見つけてこないかん。でこれは最終的にはコンピューターでできるようになりますから、そんなにシークエンスさえすれば ありますよとかないですよということが言えるようになりますが、まあ、それにはまだ時間がどうしてもかかる。では免疫はもう使えへんのかっていうとですね、実際にはですね裏道があるんですね。でもう少し免疫反応をきちっと使うための裏道っていうのが、今開発されてて、今一番最初に話をしたのがそれなんですが、実際にですねこれがさ一番最初に僕がその免疫は絶対今後使えるぞということを確認し、もう確信した治療方法ですね。これはカート療法と言います。で、まあ、これがちょっと説明しますが、キメラ T 細胞受容体を使った新しい治療、まあ、これがさっき言った、まあ、お年寄りの白血病の5割を、まあ、1回の注射で治しちゃったんですね。でこれが、まあ、どういうものかっていうのをちょっとこれからお話ししますが、この場合はですね、がんの抗原を調べる必要がないんですね。でどういうふうにやるかというと、もともとですね、がんに対する抗体治療というのがあります。あれどうですかね、白血病であるとか、それから、慢性骨髄性、骨髄腫ですね、ミエローマと言われて、まあ、そういう方はですね、このリツキ酸というのをよく使います。でこれは何かというと、抗体を注射するとリンパ球ではないですよ、抗体を注射するとがんにその抗体がひっついて、でその抗体めがけて NK 細胞とかがその、まあ、やってきて殺してくれるんですね。だから抗体やったら何でもいいっていう話なんですが、まあ、こういう治療方法があってですね、でただ残念ながら効果がそう強くはないです。でただこの抗体があるとちゃんとがんだけに、あるいはがんとそれからまあ死んでもどうもないような細胞ともどもですね、リンパ球をそこに連れてくることができる可能性があるわけですね、抗体があると。でそれを やろうとしたのがこれで、実際にどのことをやってるかというと、まず抗体と T 細胞受容体を合体させる、まあ、すなわちこの抗体はがんの表面にある何かの分子、これは抗原ではないんですが、何かの分子をその認識してくれますから、これと T 細胞リセプターをこう合体させてしまうとですね、この抗体に引っ張られてこうリンパ球がそのがんのところに行ってくれるチャンスがあるわけね。ちょっとややこしいかもしれない。がんのところに行ってくれるチャンスがある。ですから、まあ、これ遺伝子でやるんですが、ここの部分と T 細胞のここの部分を合わせた、遺伝子を作ってですね。で、T 細胞に導入します。で、そうするとこの T 細胞は、この T 細胞受容体がとそれから抗体がここにあるわけですね。でその抗体がこの細胞をがんのところに連れてってくれるわけですね。がんのところに連れてってくれると、これはもともとキラーですからちゃんと殺してくれるわけですね。だからちょっと凝ったやり方、どんなふうにやるかというとですね、まあ、皆さんからリンパ球を取ってきます。でリンパ球を取って、これは白血病の表面にはもう決まった、まあ、CD19 というのは決まった分子がありますから、もうそれはもうすでにもう作ってあるものを
皆さんのリンパ球に入れます。で、入れたものをちょっと増やしてからもう一度注射すると、まあ抗体ががんのところに皆さんのキラー T 細胞を連れて行ってくれて、がんを叩く。で、これはですね、実際にいくつかのもう会社が提供してますね。今、いくつか日本でも治験が始まっていると思いますが、僕が知っている限りはノバルティスとかですね、いくつかの会社でこの分子を打ってるんですね。ですから、この分子を、あの遺伝子を打ってるんで、皆さんのリンパ球にその遺伝子を入れて戻すというこのプロセスをやるとですね、さっき言った CD19 というものを発現している白血病はですね、まあ、ほぼ、まあ、実際に効く人はほとんど8割ぐらい効くんですが、完全に治るのは半分ぐらい、まあ、しかしもうそれまで全く治す方がなかったもんですから、まあ、そういう意味では抗免疫はすごいいうことを感じさせられるような、あの方法があったわけですね。ですから、まあ今僕がこれを読んだ時にですね、あ、まあ、びっくりしたわけです。あ、こういうことが可能か。僕らがやっぱりその免疫学として30年間ぐらい積み重なってきたものが、今言ったような実際の臨床としてもう使えるようになってるんやということを実感しましたですね。ですから、あの免疫というのは、王道は一つ一つの皆さんのがんに対する、がんの抗原を見つけて、それに対してワクチンを使って、でオプチーボや、まあ、あのイプリチマン、そういうようなチェックポイント治療は、それを補助する仕組みで今後、まあ、開発していくことが大事だろうと思いますね。で、ただですね、裏道があってですね、この抗原を今は、あの白血病だけですが、多くのがんで、やれないか。例えばですね、膵臓がんとか、それからあの、アスベストでなるですね、メゾセリオーマっていう、あの要するに中皮腫っていうのがありますが、これに関してはメゾセリンっていうのがあってですね、普通の細胞は出てないんですね。だからメゾセリンに対するこういうあの T 細胞を作ってですね、でそれを叩け変化っていうのをやってますし、それから直腸がんとか、に関してはですね、あのEGF リセプターっていうのがあるんですが、その正常にもあるんだけども、まあがんの方がもっと出してるっていうものをうまく選んで、一発で叩く。で、これもやっぱりロジカルですね。すなわちロジカルって、あの論理的ですよね。がんにちゃんと出ているものに対して T セルを向ける。で、それがもう極めてシンプルな原理なんですね。で、ただしそのシンプルな原理をいろんな形で、調節が入ったりするのを、まあいろんなチェックポイント治療なんかで足していくっていうのが今後の治療になるだろうなと思います。ですから、あの将来はですね、あのがんだけが持つペプチド抗原を特定してチェックポイント治療を組み合わせるっていうことが行われるでしょうね。で、しかし幸いにもしある分子ががんにだけ出てるということが分かったものが見つかれば、それはもう皆さんの T 細胞に遺伝子を入れて叩きに行ってもらったらいいわけですね。だから、もうこういうことを2つ組み合わせたのが現在、まあ、実際に進行しているというふうに考えてもらったらいいんじゃないかなというふうに思いますね。で、こういうことから免疫を使ってがんを完全に撲滅するというのは、そんな遠い先の話ではない。ただし問題は、オプチーボでももうお金が足りんのちゃうかとみんな心配してるわけですから、これをどうやって値段を下げてやれるかということを、まあ、考えていくことが本当に大事かろうなと思います。まあ、一応あのがんの免疫に関してはここで、終わります。どうも、もしあの時間があればまたあの膵臓がんのことを思ったけど、まあ、とりあえずはあの
これで一応終わって、質問ありましたらどうぞ。治療以前の段階で個人個人の持っている免疫力の差は関係ないわけですね。あります、ある程度は。あ、そうです。どう言いますかね、免疫力の弱い人っていうのを何で定義したらいいのかっていうのは結構難しいですが、例えば全くリンパ球ができへん人って言いますよね。そういう人はやっぱりどう言いますかね、例えば重症免疫不全の子どもたち、それはもう免疫力がゼロですから、でそれは外側から入れないとダメですね。だからいろんな例えば治療を受ける、あるいはビールス感染を起こしているいうと、やっぱりリンパ球は減ったりいろんなことしますから、それでも免疫力は落ちますね。でもう一つ、やっぱり遺伝的にじゃあ免疫力と関係するいろんなファクターがあるのかというと、やっぱりいろんな形があります。それは例えば逆のこともいっぱいあって、自己免疫病になったりしやすい遺伝子は今度は高まる方ですよね。ですからどう言いますかね、この免疫力というのは、全部遺伝で決まるわけはないけども、それまでの生活でいろんな形で、高い人低い人ができちゃってるから、まあ、そこはがんに対する強い弱いいうのと関係すると思いますね。で一番分かりやすい例一つだけ言うと、ヘルペスでありますよね。でバーッとこう顔に出てくる、でそれはもともとそのビールスはどっかにおるんですね、まあ、実際に神経根におるんですけども、でもともと免疫が弱ってくると抗体ができひんから、わーっとそのヘルペスが出ちゃうわけですね。だからお年寄りがヘルペスが多い、あるいは病気した時にヘルペスが多いというのは、その免疫が高かったり低かったりいうことがあるということなんですね。ですからがんに対しても同じようなことは起こってるだろうなと僕は思いますね。だから笑ってる方が免疫が高いとかですね、いろんな形でみんなやってはるのは、まあ、そういうことですよね。なんとか免疫力を上げとこうかいなという話があって、その他にご質問のある方いらっしゃいますか。大体分かってもらいましたかですかね。まあ、オブジェクトのところは結構分かってもらった。みんな一番いかんのはですね、この抗体が全部他の抗がん剤と同じように効くと思ったらダメなんですね。すなわち皆さんの力を抑えているものを抑えるということで、実際の抗原は分からない。だからやっぱり両方組み合わせたときにもうすごい力が発揮できるやろうなと思いますね。よろしいですか。ほんなね、最後にね、一つだけね、この前千代の富士も水族館で死んだ、ちょっと僕も物を書こうと思ってて、なんで水族館がこんなに悪いんかと、ああいうことだけで、一つだけこういう、まあ、特に若い人はこういうことが可能ですよっていう話を、僕が3年間4年間ぐらいずっと論文読んできて、これ全部やると大変なんで、ちょっと話をしますと、これ膵臓がんってね、これこの前お話ししましたけども、T1 とか覚えてあります？だから腫瘍の大きさで 1,2,3 と分けるって言いましたね。腫瘍自体の大きさね、それからリンパ節の転移があるかどうか、全体の転移があるか、でほとんど転移も何もないし、一番小さいのに予後悪いんですね。だから早く見つかっても、まあ、2年生きれないというのが膵臓がんで、これはもう僕が卒業した時からも変わりません。もう転移があったらもう半年生きれるかどうかなんですね。でまあこの前千代の富士が亡くなったのも、まあ、まさに膵臓がんなんですが、で一番大事なのはですから、これそれでも早期発見ができるといいんです。で早期発見するために2つ重要なポイントがあって、1つははっきり言うと遺伝性があるかどうか、
でもう一つは早期発見する方法があるかどうか。で、先に遺伝性の方から言うとですね、家族性はありそうですね。で、実際に、いろんな方の、話を聞くと、まあ、お父さんあるいは、まあ、おじいさん親戚の人が膵臓がんの人は膵臓がんになりやすいし、で遺伝子を調べると大体膵臓がんになりやすいかどうかのトータルスコアが分かります。で、まあ、もう僕らの年になってもあんまり意味がないですが、しかし、まあ、若い人は、ある程度遺伝子診断をしてリスクがあるかどうかは調べる。特にお父さんあるいは親戚の人が、悪いということが分かっておればやった方がいいと思いますね。でですね、早期診断が可能かなんですね。これが一番大事で、僕がまあ読んでてですね、いろんな論文出てますけど、唯一期待できるっていうのがこの MRI を使って、まあ、膵管を造影する方がある。でこれはレントゲン全く使いません。お金はかかりますけども、カン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 で、しかし、この膵管がきれいに見える、あの造影ではないんですが方法があるんですね。 MPCR というのがあるんですけども、でこれでやるとですね、ちょっと見にくいですが、遺伝的に問題がある思われた人をずっとこれで1年ごとにフォローすると、まあこの5人、まあ、もっとたくさん見てるんですよ。40人ぐらいのうち5人経過中に見つかった人は、まあ、ほぼ1人だけちょっとテューマが大きい人があったんですが、ほとんど T1 で転移がなかったと。ですからこの方法を使えば早期発見ができるっていうことは、このスウェーデンのグループが調べてるので、まあ、今後もしお金があればですけども、まあ、遺伝的に問題がある人はですね、やはりちゃんと一度遺伝診断をした上で、まあ、こういう新しい、言うても造影剤も何もいりません、MRI をきちっと取ってもらうという方法で、神戸でもいろんなところで取れる方法ですが、1年に1回フォローすると転移のない段階で見つかる可能性。しかしさっき言ったように転移がなくても膵臓がんの場合は、まあ、他のがんと比べると極めて、悪いので、まあ、そこから先なかなか難しい。で予防の方法があるかなんですが、最後に、まあ、これ今それから、方法は遺伝子リスクが高い場合に、まあ、この膵管造影をで早期診断を目指すっていうのが多分大事だろうかな、まあ、これをちょっと書こうかなと、自分のホームページに書こうかなと思ってるんですけども、で予防法があるのかっていう話で言うとですね、もちろん暴飲暴食を避けてアルコールを減らして、もちろんタバコは吸わない、肥満しない、まあ、これは当たり前の話があります。で唯一ですね、論文として使えるのが低用量アスピリンに効果があるというのがもうはっきりしてます。でそれはですね、これロードーズアスピリンを使われて、6年以上してる人はですね、これ実際に普通のリスクを1とするとですね、10年以上飲んでる人は、まあ、0.1 から 0.8 と低用量アスピリンがもそ効くので、まあ、これは出血傾向のある人これやったら大変ですから、お医者さんに聞かれた方がいいですけども、まあ、アスピリンっていうのは、膵臓がんを長く飲んでる人ですから、まあ、もうちょっとしか飲まへんような、まあ、飲んですぐはですねやっぱりあんまり効きませんけれども、やっぱり長く若い人が予防効果を狙って飲むということはある程度あるんちゃうかな。ですから僕ら友達たくさん死にましたけども、若い時に死なれると困るので、まあそういう意味でですね、なんとかこういう治療の、まあ、予防の方法というのを、まあ、どっかにちょっと書いておくかな。であと治療の可能性とか、はい、なんとか傾向のある人はダメですよっておっしゃった。ごめんなさい、出血しますから。例えば胃が胃潰瘍のある人飲んだら大変ですから、出血します。アスピリン飲んだら出血しますから、だからやっぱり出血傾向のない人、だから血の出やすいと
だからまあそれはもうお医者さんに相談されるしかないんですが、まあこういうことがあれば、論文としては低用量アスピリンというのはあるんですね。で、もともとこれはそれから出血傾向が出ますけれども、この低用量アスピリンって何のために使われるかというと、脳卒中やとか心筋梗塞を防ぐためにみんな飲ましてるんですね。でそれと同じのがやっぱりがんにもある程度効果があるんでっていうのが、まあ、この論文で、あるんで、まあ、もっともっと調べないとダメですけど、ね、あと先ほどの造影して水管って、はいはいはい、あれは神戸ですと例えばどちらでできますか？MR があればできます。でそれはやっぱりちゃんとそうやってくださいと言ってお金払えばどこでもできるに違うんですかね。その機械が大事なんではなくて、そういうふうな、例えばMR で僕ら血管の造影をしますよね。別に造影剤入れなくても血管がきれいに見えますよね。それと同じことを水管にもやっぱり水が通ってるんですね。で MRI っていうのは何を見てるかというと水の動きを見てるんです。脳だって水を見てるんで、そういう意味ではそういうちゃんと見方をすれば MRI をきちっと水管造影に変えることができるんですね。ですから普通のなんかがんがあるかどうか見てもらうんじゃなくて、ちょっと水管がちょっとねじれてるかどうかを見てくださいっていうような見方をすればいい。だからリスクのある人がおればね、で今そのスウェーデンがやったようにそれできちっと調べていく。なんておっしゃいましたか？いや、これスウェーデンの論文なんですね。スウェーデンでそういう家族性のある人はほんま見つかるかっていうことをやってるんですね。まあ、またあと残りで治療、これからもうなってしまった人はまあそうは言うとおれへんので、治療の可能性とかそういうのを順番に書いていこうと思ってますけど、まあ、できますよっておっしゃっても、例えば神戸でできますよ、多分 できますよ、先端医療センター、それは国語君やらみんな多分先端医療センターとかやったらやってくれちゃいますかね。ただそれをお願いしますって言わないかんですよ。いや本当に先端医療センターは紹介ですとか何かこうそう簡単に受診できるとこですか？もういやすごい神戸市やから、神戸市あそこだちから、え MR あったかな、 MR あった、あ MRI なんかどこにもありますか？いやそれちょっと、まあ、そういうふうに FCRP で見てもらうといいかな。本当は、まあ、ここでもそうだけども、今日この前ちょっと神戸製鋼の人とも話したけど、そういう先端医療のワンストップサービス、そういう相談にちゃんと乗れるようなところがあるといいですね。だから僕らもチェックしてへんけど、例えばそういう論文になったものやったら神戸でどこで受けれるかというようなことをちゃんと調べて、質問にきっちり答えられる、あごめんなさい、質問に答えれるようにやっぱそういう仕組みを作ったらいいと思いますね、本当のとこはね。だからゲノム読むよりはどこで読んでもたらいいのか、それからやっぱりそういうことが今全然わからんですよね。大学行って先生に言うたらもううるさいこと言うなって言うで終わりますからね。だからやっぱりそうではなくて、そこの外来の先生もじゃあここに行きなさいと、神戸大学の何々先端、相談センターに行きなさいというようなことが言えるようにやっぱり仕組みを作ったらいいと思いますね。まあ以上ですけど、はい、ちょっと付録がついた、はい、以上。じゃあご清聴ありがとうございます。西川先生ありがとうございました。ではこのほか特にご質問がないようでしたら、これにて、打ち切らせていただきたいと思います。熟年生活講座がんとゲノム、本日が最終日となりましたが、皆様いかがでしたでしょうか。熟年生活講座は今年度の冬にパート2も開催予定です。詳細が決まりましたらまたホームページなどでご案内いたしますので、ぜひご参加ください。お帰りの際出口ではアンケートを回収しておりますので、またご協力の方よろしくお願いいたします。
西川先生、この度はお忙しい中ご講演いただきまして本当にありがとうございました。皆様、今一度大きな拍手をお願いいたします。それでは本日の講演はこれで終了させていただきます。ありがとうございました。